20代の家作っちゃいました。ピンクの家。皆さんこんにちは、森えりです。はい、二度と寝起きに撮らないって言ったのにすげー絶賛顔むくんでる。気にしないでください。あのですね、今日撮ったのは私のこのバンピンクのお家がやっと構築5ヶ月で出来上がりました。いやー、時間かかった。めっちゃ時間かかった。これわかる？みんな、なんかね、あの実は私の家の中に家を建てたんです。意味わかりますか？あの家なんですよこれで、あのこの中にももちろん入れるようにはなっていて、中にソファーとかがあって、あの満喫みたいなものを作りたくて、自分で友達の手を借りながら作りました。私まだルームツアーっていうのをねしてないんですよ。実はしてないんですけれども、一時期ね、森やりここで寝てんの？とかっていうのは、これもともとベッドになってます。2段ベッドみたいな感じになってて、2階があるちゃんとこの2階があるんですけど、2階で寝れるようになってるんですが、この上にねエアコンがあるんですよ。ちょうどなので風邪をひいちゃうんじゃないかとか、なんかこういろんなねことを言われていたんですけど、寝てないです。大丈夫です。はい、あの本当にこのお家を建てたくて、5月から構築を始めて、でね、でこれですよ、100均でお花いっぱい買ってたでしょ。私これなんですよ、このお花たち、ここら辺のお花たちですよ、が今こんな感じになりました。これの全体像はオープニングで流した通りになってます。下にお庭があって、ウェルカムボードみたいな、ウェルカムって書いてあって、で一応ここにアリスルームってなってるんですけど、私がね唯一ここだけすごく嫌だったの。アリスルームじゃないから、アリスシークレットガーデンとかさ、そういうちょっとなんか変わった名前をつけたかったんですけど、何も浮かばず、そしてあの見事に、これ100均じゃないんだけども、見事にスペルがなかったんですよ。なんかね、なんかこうアリスルームだけギリギリ残りラス1であったので、これを買ってきました。そしてこの窓枠100均で作ってます。なので今まで100均の購入品紹介をしてきたもの全てがここに詰まっております。ちなみにこれはフランフランの看板なんですけれども、でこの後ろがね、ちょっと今この撮ってる様子が見えるのがすごく嫌なんだ私。出窓みたいにしていて、ここに屋根があって、このミラーがあったりとかして、ここ見えるかな、扉があって、この中に入ると満喫みたいになってるっていう感じです。いや本当に皆さんにこれやっと公開できる。これを前置きなのかこのメインなのか分かんないんですけど、あのまたこのね、ピンクの家のルームツアーっていうのは、ルームツアーっていうか本当にもうごまごま置いてあるだけだからさ、ソファーしか置いてないから、そんなルームツアーとかできる様子ではないんですけども、こんな感じでピンクの家ができたよっていうお知らせとですね、私のこのピンクの家テレビに出ます。イエーイというのもですね、10月25日の夜中深夜1時35分から放送のエンタ X、 私出演させていただいております。この部屋からデデデデデデってこうね出てくる様子とかが出ているので、多分それを見た方ってこれ何ってなると思うので、お先にこちらを紹介しておきたいなと思って急遽寝起きで撮りました。なのですごいむくんでる。本当に時間がかかって、友達と板を切りに行ったりとか、色を塗ったりとか、なんかもう本当に家を一から建てる感じで結構大変でした。普通にやっと背景としてこんな感じで使うことができるようになったので、この部屋をちゃんと使っていかなきゃいけないなと思うんですけれども、私の体調にやっぱり合わせてですね、いい日と悪い日があったりするので、それは様子を見ながらやっていきたいなと思います。そして何よりもこの部屋ね、これ置いたことによって日光が入らないんですよ。あの窓なんです、この後ろちょうど窓なんです。この窓じゃなくて窓なんですよ。でうちこの
こっちとかもここ8畳ぐらいのお部屋なんですけども、ここにウォークインがあって全部ここにゴーンって全部詰めちゃってるんですけど、あのね本当に時間かかりすぎてぐっちゃぐちゃ、友達とか遊びに来るんですけど、え何この家みたいな感じですごい惹かれる、いい意味で惹かれるっていうか、えピンクの家建てたみたいな言うと、えちょっとピンク好きすぎるよね大丈夫みたいな言われたりとかですね、まあいろんなことがあったこの5ヶ月ですよ。これもし引っ越さなきゃいけないってなった時に一回全部外してネジで止めてるので、ガチネジでこうグラグラ電動ドライバーでやってるので、これ全部外してから外に出なきゃいけなくなってしまうので、結構引っ越すってなったら大変なんですけれども、今のところ引っ越す予定はないのでこんな感じで住んでます。ずっとね夢だったんです。ということで皆さん、ピンクのお家見せられたので、やっと見せられたので、エンタ X 明日、もう明日ですね、25日、明日楽しみにしていてください。ではでは、盛り上がりでございました。おつありで締めましょう。せーの、おつあり、バイバーイ。テレビ見てくださいね。バイバーイ。